井上聡君、日本共産党の井上聡です。<laughs> 今年はまあ原航安保条約から60年の年でありまして、ともに締結をされた日米地位協定の下で、まあ米軍機の騒音や墜落事故、米兵の犯罪、環境汚染など、まあ基地以外も深刻さを増しております。しかし、この協定は一度も改定をされておりません。全国知事会も一昨年抜本改定を求める決議を上げました。 今年の1月までに、全国8道県183市町村の議会で意見書も上がっております。まあ、政府はこの声に対してですね、日米地位協定は大きな法的枠組みであり、事案に応じて最も適切な取り組みを通じ、具体的な問題に対応していくという答弁を繰り返して、えー、抜本改定に背を向けてまいりました。まあ、一方、えー、2014年に結んだ環境補足協定について、安倍総理は、 日米地位協定の締結から半世紀を経て初めて、事実上の地位協定の改定だと述べております。まあ、そこで今日は、この地位協定の下での米軍基地の環境性問題についてお聞きをいたします。まず防衛大臣をお聞きしますが、沖縄県の嘉手納や普天間基地周辺の河川などから、発岸性が疑われ、えー、条約で規制をされ、 国内では製造が禁じられ使用も原則禁止になってます有機フッ素化合物の PFOS や p f o アが2016年の1月に高濃度で検出をされましたその後県の調査で周辺の飲み水や湧き水まで汚染が進んでいることが明らかになりましたで沖縄県はこれは米軍基地内で使用されてきた泡消火剤が原因である可能性を指摘をして まあ、当時から、えーえー、基地内の立ち入り調査を求めております。まあ、ところが4年経ってもいまだに実現をしておりません。ななぜ実現ししてないんでしょうか河野防衛大臣。沖縄県が要請している立ち入り調査につきまして、防衛省としては米側に対し、さまざまな機会を捉えて伝達をしているところでございます。 その上で PFOS の対応につきましては、自衛隊が保有している PFOS 含有の消火薬剤の処分や交換を加速しているほか、厚生労働省による水道水に関する暫定目標治安の検討など、政府全体として取り組みを進めているところでございます。また、米側においても国防受験法や国防省内に設置されたタスクフォースでの検討など、取り組みが進展しているところと承知しており、そうした状況を踏まえ、本年1月、私とエスパー 国防長官との間で議論を行うなど、日米間の連携を一層強化して、在日米軍の対応を含め、包括的に検討を進めております。これら、日本政府米国防省における取り組みも踏まえて、防衛省は沖縄県と連携しながら、米側に対する働きかけを行っているところでございます。防衛省としては、沖縄県民の皆様が PFOS 等の検出に対し、 不安を抱いておられることは重く受け止めており、引き続き要請の実現に向けた働きかけを行うなど、沖縄県米側および関係省庁と密接に連携し、しっかりと対応してまいりたいと考えております上井上聡君。あのこの間、同じ答弁だと思うんですね。その結果、4年たっても実現をしておりません。米側はななぜ、えー、受諾をししいんでしょうか河野大臣 米側には防衛省として、さまざまな機会を捉え、伝達しているところでございます井上君。まあにもかかわらず4年間、実現をしてないわけですね。あの県民の不安に応えると言われましたけれども、応えられてないわけなんです。で従来の,この地位協定の運用では、この環境問題の立ち入りが実現してこなかったということで、えー、補足協定が結ばれたはずなんですね。 当時、岸田外務大臣はこの補足協定について、従来の運用改善と質的に異なりますと述べた、ところがいまだにこの補足協定による立ち入りは一度も実現をしておりません。なぜこの p ォースや p フ o r の沖縄の基地の汚染問題で、この補足協定は使われないんでしょうか茂木外務大臣。 PFOS および PFO は WHO 等の国際機関において人が継続的に接した際の健康影響が生じない限度額が確定していないこと等から引き続きリスクに関する知見の集積が必要な物質と解されております。このため本県が環境法則協定に規定をされた環境に影響を及ぼす事故に該当するかについては 今後得られる知見等も踏まえ、慎重に検討する必要があると、井上聡君。えー、これ、感染環境補足協定を使われる場合はです、ね、アメリカ側からの情報提供が単調になるという答弁が繰り返されてきましたけど、この問題では、アメリカ側からの情報提供はあったんでしょうか。 速記を止めてくださいあの先ほど申し上げたようにです、ねあの、この、まあ、PFOS および p f o アにつきましては、今、健康影響が生じない原動 確定していない、リスクに対する知見の集積が必要な物質である、まあ、したがって、本県が環境補足協定に規定された環境に影響を及ぼす事故に該当するかについては、まだあの検討が完全に終わっていないという状態でありますから、そういった意味におきましては、米側からそのような情報提供はないと考えております井上君。 これの繰り返しです、ね、この補足協定というのは、アメリカからの情報提供が単調になると、しかし、これは求めている段階だという答弁がこの間、行われてまいりました。ですから結局ね、アメリカからの通報がなければです、ね、この補足協定は動かないわけですね。じゃあ、アメリカは知らないのかという問題でありますが、あの一昨年9月に、米政府の監査員ガオの報告書によれば、この PFOS に関して、米軍自身が 国内外の米軍基地で包括的な調査を行っております。EPA ・米国の環境保護庁はですね、障害健康勧告値を70ナノグラムに強化をしたと、これを受けて調査をしております。陸海空海兵隊すべてで、過去の流出やその疑いのある場所を特定をして、周辺住民も含めた健康への影響や飲用水の汚染を、 米軍自身が調査をしているわけですねでこれに基づいて、えー、米国防次官補代理が議会報告をしております。まあ、この中では、まあ、韓国やベルギーの基地などの海外基地の調査結果、列挙しておりますが、日本は触れておりません。しかしですね、実は、カデナでも、米国は、米軍は調査をしているということが明らかになりました。で去年のの1月にです、ね、沖縄の地元市が アメリカの情報公開法で米軍内部資料を入手をしたと、それによりますと、米軍が2014年から17年にかけて調査した、このカゼナの13箇所で、飲料水の障害健康勧告値をはるかに超える汚染があったという結果なんですね。つまり、アメリカは汚染を十分を認識しているはずなんですよ。にもかかわらず、日本には通報をしていないと。ですから、えー この環境補足協定、従来の運用とは違うんだとかです、ねえー、画期的だと言われましたけれども、実際には使えるかどうかはアメリカの裁量にかかっていると、こういうことではないでしょうか茂木大臣。あのー、委員のです、ねあのー、ご指摘の中でもです、ね、まだ調査をしているという段階でありますから、 その結論が出ないのにです、ねえー、通報するということは、委員の論理から言ってもないことなんだと思います井上君。いやいや、結果出てるんですよ、汚染されてるという結果がね。でしかもですね、これ、河野大臣にお聞きしますけど、昨年6月の衆議院安保理での我が党赤嶺議員の質疑で、当時外務大臣だった河野大臣は、この米軍によるカテナ基地の汚染調査の結果についても、 共有ししているとこういう答弁でありました、まあ、公表を求めた赤嶺議員に当時の外務省は、米側との合意が必要なので、適切に対応、対処させていただくという答弁でありましたけれども、いまだに公表をされておりません、どう対応されてきたんでしょうか、なぜアメリカは公表することを拒否してるんでしょうか河野大臣。あのー 今私が答弁するのがあるかどうかわかりませんがあのアメリカ側が情報公開制度に基づき開示したとされる文書については日本政府も米側から提供を受けておりますただこの提供されている内容を公表するかどうかについては米側の了承を取る必要がございます当該文書はあくまでアメリカ政府の文書であるところ文書の請求者以外の第三者に当該文書を公表するかどうかについてはこれはアメリカ政府が判断すべきものと考えております 井上聡君あのアメリカに公表するということを求めたんでしょうか大臣あの今、河野大臣の方から答弁ありましたようにです、ね、文書のまあ請求者以外の第三者に当該文書をまあ公表するかどうかにつきましては、 まさに米政府が判断すべきものと、そのように考えております。井上君ですからね、結局、本来で言えばね、私は住民の安全を抱えればね、資料の公表を求めて、そして汚染を示した結果に基づいてね、立ち入り調査、強く求めるのが必要だと思うんですよ。ところが日本政府は情報を求めても、自ら公表しないと、アメリカにも求めないと、一緒になって隠蔽してるようなもんなんですよね。結局、ね、私は 補足協定が何の改善にならないだけではなくて、逆に後退している、特にね、立ち入り調査がこの間、後退しているんですね。もう一つ聞きますけれども、沖縄返還以降、基地に由来する環境汚染が相次いだことがきっかけに、1978年以来、環境省による在日米軍施設区域環境調査が行われてまいりました。この調査の目的と概要、立ち入り調査の実績、環境省、いかがでしょうか。環境省、上田審議官。 お答えいたします。在日米軍施設、区域の周辺地域における環境調査は、米軍施設、区域に起因する環境問題の未然防止を図ることを目的として、毎年、環境省において実施しています。沖縄県に係る水質調査については、毎年度、沖縄県に委託して実施しております。当該調査は2013年度までは施設、区域内において実施されていましたが、2014年度からは調査方法を見直し、施設、区域周辺で調査を実施しているものです。 実績につきましては、2012年度、2013年度について紹介いたしますと、2012年度推進調査については、本土の在日米軍施設区域は4施設、沖縄県内の在日米軍施設区域は7施設、2012年度、今度は待機の質の調査については、本土の在日米軍施設区域4施設、沖縄県の在日米軍施設区域2施設でございます。 2013年度水質調査については、本土の在日米軍施設区域4施設、沖縄県内の在日米軍施設区域8施設、2013年度の待機室調査については、本土の在日米軍施設区域3施設、沖縄県内の在日米軍施設区域1施設において調査を実施しております井上聡君。米軍施設内での日本の環境法令が及ばない中ですね、基地内の水質などを定期的に把握して察知できる唯一の機会でありましたで。環境省のですね 予算執行を自主点検する行政レビューシートでも、本県環境調査に関し、国に対する地元自治体からの期待は高いと、こう評価をしてきたわけですね。ところが今ありましたように、この立ち入り調査を14年からやめてしまいました、その理由は何だったんでしょうか、地元自治体に意向は聞いたんでしょうか。上田審議官お答えいたしします環環境境省としては米軍施設区域からの環境影響を 排水処理施設などの特定の施設に限定せず、広範に把握できるよう調査方法を見直したものでございます。引き続き施設区域周辺での調査を的確に実施し、米軍施設区域に起因する環境問題の未然防止を図っていきたいと考えております。ままたたたこののの調査方法の見直しししににってては沖縄県に連絡したものと承知しております井上君 あの基地外でで、ね、広範な調査をしたらいいんですよだからそれは立ち入り調査をやめる理由にはならないはずなんですね。先ほど言われた目的、この在日米軍施設区域に起因する環境汚染を防止する、そうであればですよ、基地外に被害が広がる前に、汚染源を調査することが必要じゃないでしょうか。私は、ね、立ち入り調査の重要性をね、その環境省が含めてどうするんだということを言いたいわけですよ。 で先ほど、県に伝えたと言われましたけれども、沖縄県は県議会の答弁で、県としましては、基地内の水質の状況について、基地周辺のみで把握することは困難と考えて、基地内環境調査を国に要請していると言ってるんですよ。全然地元の意向と違うんじゃないですか、いかがですか。上田審議官 先ほどの都道府県あ沖縄県の連絡につきましては環境省また環境省庁と相談の上で決めた結果を通知したものでございます。それは沖縄県は調べられなくなると困難だと把握が言ってるわけですね。で沖縄県はですね環境省を通じて日米合同委員会の株式の環境文化委員会で。 14年度の立ち入りが却下されたという報告を受けたとこう言われています県議会でも同様の答弁をされております環境文化委員会でアメリカが合意しなかったとその理由はどういうことだったんでしょうか上田審議官日米合同委員会の下の環境文化委員会でのやり取りについてのお尋ねでございますが、えー、同委員会での米側とのやり取りの詳細についてはお答えすることは従来から差し控えさせていただいているところでございます井上君 日本は提案したけれども、アメリカが合意しなかったと、その結果はそうですね上田審議官、繰り返しになりますが、米韓とのやり取りの詳細についてお答えすることは差し控えさせていただいているところでございます沖縄県は県議会でもね、えー、合同委員会で合意ができなかったということを答弁をしているわけですね。結局ですね、この環境補足協定によって、それまでできていた立ち入り検査ができなくなっている。 実はあの直後にですね、やはりそれまで行われていた普天間基地内などでの文化財の調査ができなくなりました。これも国会で問題になったんですよ。そのときに岸田外務大臣は、この補足協定っていうのは、歴史的重要な意義があるとしながら、運用においてご指摘のような不都合、つまり文化財調査が立ち入りができなくなった、そういう不都合が生じていることはしっかり受け止めなくてはならないと。今後の運用を通じて 立ち入り申請が迅速に進められ、必要な立ち入りがタイムリーに実施されることが重要でありますと、こう述べております、そして地元にこうした環境補足協定の意義をしっかり感じていただけるよう、努力をしていきたいと言っているわけでありますが、今起きていることはです、ね、それまでできていた立ち入り調査もできなくなっている、そして、環境放送協定は一度も使われていないと、当時の答弁と実態、全く逆じゃないでしょうか、茂木大臣いかがですか、かす茂木大臣。 あの先ほどから委員の質問をお聞きしておりますと、ね、多分よくお分かりの上でなんだと思うんですけど例えば、米側が情報公開制度に基づいて開示,されると開示した文書について、日本側が提供を受けて、それを開示したかという話とです、ね、環境影響に影響を及ぼす事故の米側の通報、これをです、ね、一緒にして言うんで、 おかしくなるというかですね。確実にそのなんていうか、混乱をするような議論を行っているとまあ、このように感じるところでありますが、いずれにしても環境補足協定に基づきます。環境に影響を及ぼすま事故。すなわち漏出が現に発生した場合、立ち入り申請手続きは？ 米側からの通報を受けて申請を行うことになっておりますこれは情報公開制度に基づいて開示する文書とは全く別のものであるということは強調しておきたいと思います <laughs> そして米側から情報提供がない場合であっても日本側として米軍施設区域に 源を発する環境汚染が発生し、地域社会の福祉に影響を与えていると信じる合理的な理由のある場合には、別途既存の日米合同委員会合意にも従って、米側に調査要請や立ち入り許可申請を行うことが可能であります。実はです、ね、環境補足協定締結以降も例えば平成28年6月15日に 普天間飛行場にて燃料漏れが発生したわけでありますが、その際には米側から申し出を受けて、宜野湾市および沖縄防衛局職員が同飛行場に立ち入り、現場確認を行っております。施設区域内外の環境対策が実効的なものとなるように、こうした補足協定や日米合同委員会合意を、あの岸田大臣も答弁したようにですね、 適切に運用しつつ、米側とのとの連携を含め、引き続き必要な努力を続けてまいりたいと思っております井上聡君。何も混乱はしておりません、私、ちゃんと区別して聞いてるんですね。外務省がこの補足協定がです、ね、歴史的な意義があると、従来と運用が違うんだと言ってきた、ところが現実には一度も使われないだけじゃなくて、それまで行われてきた立ち入り調査もできなくなっているという現実があるんですよ。このこのとを私は問うてているんですねで結局ですねのいずれにしても このアメリカの裁量が大前提ということは変わらなかったわけですよ。そうしますとね、いくら問題が起きても、米軍が認めなければ、通報しなければ、結局こういう協定が動かないと。私はね、地位協定が米軍に対して、まあ、占領時代そのままのさまざまな特権を受け継いで、基地の排他的管理権を認めるっていうことが、認めてるということが根本にあると思います。あの他国ではですね、えー、米軍の基地の管理権に関して、ドイツでは、 自治体当局の予告なしの立ち入り権が明記されておりますし、ベルギーも自治体の立ち入り権が認められております、イタリアでもですね、同国の司令官が基地に常駐し、原則どの区域にも立ち入ることができるそしてね、やっぱこういうアメリカの裁量に任せるんじゃなくて、て日本の立ち入り権をきちっと明確した抜本的な改定が必要だということを強く求めまして、質問を終わります。 陽一君。